はじめシしチャルトリースキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公焼政治家。1699年より、リトアニア主善官となり、国王、スタニスワ・フレシュニスキによる抜擢で1707年から1709年まで、リトアニア財務長官を務め、また1712年から1724年まで、リトアニア副大法官にあり、1724年からは、 ビリニュス上代を務めた。クレメネツ、ビエリシ、ウシュブヤティの大官でもあった。カジミエ氏は1697年の国王自由選挙では、コンティコー、フランソアルイを支援した。1730年に、白足勲章を受けた。4人の子供たちはいずれもポーランド勢俗界の重要人物となった。長男ミハウとジナナウグストは改革派の政治党派。 ファミリアを形成して18世紀のチャルトリスキ家、前世紀を築き、長女のコンスタンツィアは兄たちの同盟者、スタニスワフ・ポニャトフスキ伯爵と結婚して、後のポーランド王、スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキの母親となった。三男のテオドールは兄たちとは違って政治には深く関与せず、聖職者となって、ポズナン司教を務めた。ありがとうございます。